あるいいは近くくの書店にてお申し込みくださいこちら西尾治先生のご著書1冊目が「我が輩は後期高齢者の日本国憲法である」ですじゃ二2冊目はこちら「トークライブ今こそ問う日本の平和と憲法改正」「トークライブ今こそ問う日本の平和と憲法改正」ですこちらは 若い世代から憲法議論の波を起こしていこうという憲法ブルーウェーブという2 3 0代を中心とする団体が開催してきた憲法イベントの内容をまとめた一冊です本日のフォーラムに登壇されますジェイソン・モーガン先生のご講演の内容も収録しております元統合幕僚長や国家安全保障局次長 また、安倍元総理の外交スピーチライターなど、各分野におけるスペシャリストが、次世代を担う若者に語った国の在り方、ぜひ皆様にもお読みいただき、そしてお近くの若い知り合いの方にも、ぜひ進めていただきたい、そんな一冊でございます。そして最後、冊目がこちら。 国の守りと自衛官の自衛官の教授、国の守りと自衛官の教授、こちらは元陸将の千葉徳次郎先生という方のご著書です。千葉先生はあの東日本大震災の時に北部方面総監として隊員の約2万名を被災地にお送り、そして支援されました。 ご体官後は現役自衛官やまた一般市民向けに国防や憲法をテーマに講和活動に取り組まれております。自衛官がどのような心構えで厳しい任務やまた訓練に取り組まれているのか、まさに千葉先生の実体験を交えて、そして辞儀通り命明けで取り組んでおられる自衛官の実像に胸を熱くする、 国民出読の一冊です私も実際に読みまして本当にこの自衛官の姿というものをやっぱり国民は知っておかなければならないそのような一冊でございます価格はそれぞれこちらのトークライブの本が1200円そしてこちらのピンクの「国の守りと自衛官の教示」が900円でございますが本日 会場参加の方に限り会場での販売に限り2冊セットで2000円2冊セットで2000円に割り引いて販売をさせていただきます今係の者が会場内にて呼びかけておりますのでお買い求めの方はぜひお声がけくださいそして本日のフォーラムの参加者は約800名と伺っておりますが こちらのセットは今回限定で50部50セットの用意ですなので全員分は大変恐縮ですが全員分はございませんのでお買い求めの方はぜひお早めにお申し付けください開会前の時間にご清聴いただきましてありがとうございました ご来場の皆様にお願い申し上げます。まもなく開会となりますが携帯電話につきましては進行の妨げとなりますので電源をお気になるかマナーモードの設定にしていただきますようお願いいたしますまた会場内での写真並びに動画撮影開会中のヤジや,や大きな声は行事進行の妨げになりますのでお控えください また、資料袋の中にアンケート用紙がありますフォーラムのご感想などもご記入の上、お帰りの際、受付でお渡しくださいそして、ネットでご視聴の皆様にお願いですネットご視聴の皆様は、YouTube の概要欄からアンケートにご協力くださいまた、憲法改正のネット署名も募集しておりますぜひご協力をお願いいたします 76回目の憲法記念日の本日会場にお集まり皆様こんにちは第25回公開憲法フォーラムにご参加をいただきありがとうございますまた本日は全国20の会場と中継を結んでおります中継会場でご参加の皆様ありがとうございます本年の公開憲法フォーラムは 新型コロナ感染症の現状と政府の方針を踏まえ三年ぶりに通常の形態で開催する企画となりました私は本日司会を務めます民間憲法臨庁運営委員で弁護士の内田聡氏と申しますどうぞよろしくお願いいたしますそれではただいまより公開憲法フォーラムを開会いたしますまず最初に 主催者側を代表いたしまして、民間憲法臨事長副代表を務めております、駒澤大学名誉教授、西修より開会の挨拶を申し上げます。 皆さんこんこにちはよろしくお願いしま,すまああの病院の憲法審査会ですけども最近は少し動き始めましたけども2011年に指導してるんですねそれからまあ昨年の2022年度まで12年間一体どのくらい経費を使用したのか私なりに計算しますともうすでに30億円以上 使使っってててるるんですね欠税30億円以上使って一体何をしてるのかもう討論の、まあ、先生方いらっしゃいますけども討論の時期はもう過ぎてるんだもうそろそろまとめてほしいというのがわれわれ多くの国民の声ではないかというふうに思うわけでございます、まあ、議論の対象は、まあ、憲法9条そしてまあ国家緊急権こういったものがまあ対象になるわけですけれども、まあ、国家緊急権につきましては けさのです、ねえー、産経新聞の正論欄に、桃木先生が大変漁を終えた、ー、原稿をお書いていらっしゃいます。まあ、憲法9条といえば、一応、私は、まあ、憲法9条に一か月ありますので、本当はいろいろ言いたいところでありますけれども、何分も開会の辞ということで、えー、詳しくいうことは封じられております。<laughs> ただですね、えーまあ、私の一番のき肝は、鍵は、憲法9条を正しく解釈するには、 なぜ文民、ね、内閣総理大臣は文民でなければならない、憲法66条2項、これがなぜ入ってきたのか、文民でなければならないということは、すなわち文民でない人が存在すると、こういう前提でなければ、これ、全然話が通じないですよね。で、一体なぜ入ったのかということで、極東委員会の資料を非常に詳しく調べました。でそれはいわゆる足立修正を 受けて、えー、まあ、うん、自衛のためであれば軍隊は可能である。こういう極点外でもあった。で、そっちは認めるけれども、絶対にこのシビアンコントロールしなければいけない。ということで、まあ、六十六条二項が入ったということでございます。まあ、あの、これを言うと、もう時間オーバーしてますので、えー、このようにしますけど。なお、あの、細かいことにつきましてはですね、え四月二十四日付の。 うん、朝,日新聞あ朝日新聞じゃないですよ、<laughs> えー、朝日新聞ね、まあ、あっこいおうと思って、ちょっとこ頭が食っちゃった、えー、産経新聞の正論欄に、えーまあ、元内閣、法籍、長官、あなたの解釈はナンセンスだということで、まあ、ちょっと挑戦的に書きました、えー、そしたらなんか、ほかのほかですね、えー、あんたもだいぶ年取ってように、えー、非常に生き健康だなと言われております。でまたあの今発売中のですね 成果えー、月刊正論の6月後に、岩田篤氏が政治学者ですね、えー、いろいろ憲法9条の解釈を自分らに読んでみたけれども、うん、一番腑に落ちるのが西の学説だと、まあ、こんなふうに言っております。まあ、そういうことで、えー、これからですね憲法9条、あるいは国家緊急権、そういうことについて、ですねもう各界代表、各党代表の方々が、 熱論を振られるかと思いますどうぞ最後まで、えー、ごゆっくりですねご清聴のほどお願いいたしますよろしくお願いしますありがとうございましたここでご来賓の皆様からご挨拶をいただきますまず岸田文雄自由民主党総裁です皆様右手奥スクリーンをご覧くださいませ 昨年に引き続きましてビデオメッセージをいただいておりますのでこれから上映いたします皆さんこんにちは自由民主党総裁の岸田文雄です第25回公開憲法フォーラムの開催をお喜び申し上げますとともに憲法改正の実現に向け それぞれのお立場で平素より熱心にご活動いただいている皆様に心から敬意を表しますえ、さて自民党は立党以来憲法改正を党勢としてまいりました憲法の基本理念え、すなわち国民主権基本的人権の尊重え、そして平和主義は今後も決して揺らぐことはありません その一方で施行から76年が経つ現行憲法には時代にそぐわない部分不足している部分が生じているのではないでしょうか憲法のありようを絶えず社会の大きな変化の中で見直していくこうした姿勢が求められていると考えています。 そのため自民党は憲法改正のたたき台草案として自衛隊の明記、緊急事態対応、航空解消、教育充実の四項目を挙げお示ししています。自衛隊は大規模災害や新型コロナ等にも懸命に対応しており、国民の皆様から 感謝さされれ支持されています今力による一方的な現状変更の試みの深刻化や北朝鮮による度重なる弾道ミサイルの発射など戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中で自衛隊を憲法にしっかりと位置づけることは極めて重要なことだと考えます。 また新型コロナへの対応あるいはロシアによるウクライナ侵略を受け緊急事態への備えに対すす。る関心が高ままっています災害の時代とも言われる今大地震等の緊急時において国民の代表である国会の機能をいかに維持していくのか。 有事における迅速な対応を確保するため憲法にどのような規定が必要か国民の命と安全を守るため真剣に議論を深めていかなければなりませんさらには参議院選をめぐる一票の格差の問題について選挙区を人口だけで 考えてよいのか地方地域の声をどのように国会に届けるのかそして誰もが質の高い教育を受ける機会を享受することができる社会の実現に向け国の基本である教育の充実についてどのような理念を盛り込むのかいずれの課題も極めて現代的な 早期の実現が求められる課題ですえ、今国会では昨年来の活発な議論を引き継ぎ衆参病院で憲法審査会が開催されていますえ、特に衆議院の憲法審査会では緊急事態条項を明記する憲法改正をめぐり論点整理が行われるなど 議論を深めてていいいただいています憲法審査会において憲法改正に関する議論が重ねられていることを歓迎するとともに今後も真摯に落ち着いた議論を重ねていただきたいと思いますそして国会における議論と同時に憲法改正に関する国民的議論を喚起し 国民の皆様の理解を深めていかなければなりません。憲法改正は、国会が発議するものでありますが、最終的には、主権者たる国民の皆様が、国民投票で決めるものです。そのうち、憲法改正の主役は、国民の皆様なのです。自民党では、 憲法改正実現本部やそのもとに設置した憲法改正国民運動委員会タスクフォースが中心となり全国各地できめ細やかに研修会そして対話集会を開催してまいりました私自身も2月の自民党党大会を前に対話集会に参加し これからの日本を支える若い皆さんによる取り組みを伺いました今後も憲法改正の議論に国民の皆様が主体的に参画する機会を積極的に設け憲法改正に向けた機運をこれまで以上に高めていくことが重要であると考えています憲法改正への挑戦は 決して容易なものではありません。え、これまでも多くの先達が挑みながら到達することができなかった道です。え。しかし、社会が大きく変化する。今だからこそ、我々は挑戦し続けなければならないのです。え、本日のフォーラムが多くの国民の皆様が憲法改正について。 自らの問題として考え大いに議論し理解を深めていただくえそうした機会となることを心から期待をしています皆さんともに頑張ってまいりましょう続きまして富士社会教育センター理事長で 連合の前会長代行でもありました、近江直人様よりご挨拶をいただきます。 ただいまご紹介をいただきました公益財団法人富士社会教育センターで理事長を務めております近江です昨年に続きこの公開憲法フォーラムでご挨拶をさせていただくことを光栄に存じます昨年は日本国憲法が施行されて75年という節目の年でした私は昨年この演壇で混沌たる国際情勢の中で憲法を見直し 時代に合わせて改正していく、こうしたうねりを巻き起こそうではありませんかと呼びかけをいたしました。憲法については、国民の負託を受けて選ばれた国会議員が、国権の最高機関である国会の場で議論することになっています。国会には衆参ともに憲法審査会が設置されております。私は 国会会でこのの憲法審査会がどの程度開催されてているかを調べてみました衆議院については令和になってからの通常国会で見ますと平成31年から令和元年の第198通常国会では4回令和2年の第201通常国会では2回令和3年の第204通常国会では4回でした驚いたことに参議院においては 平成30年2月以来2年以上にわたって実質的な審議がなされておりませんでした2年前までの国会はこのような状況でありましたその間憲法についての議論が不要だったわけではありません政党からも言論機関からもまた国民からも憲法に関するさまざまな問題が提起され世論調査においても 過半数のの国民が憲法審査会の審議促進を求めておりますしかし、2年前までは一部の会派の反対によって開催ができないか、あるいは開催しても実質的な議論なしの、まさに申し訳程度の開催しかできておりませんでした。国会で憲法論議をもっと活発に行うべしという国民の声が反映されたのか、昨年からは、 毎週1回定例日として憲法審査会が開催されるようになりましたようやくの間がありますが国会で憲法について定例的に議論できることになったことは評価したいと思います私たちはここ数年で大規模自然災害感染症の世界的拡大 東アジアにおける日本を取り巻く安全保障環境の深刻な懸念など危機管理上の大きな課題について認識を共有しましたこうした危機に関してこれまで76年間一度も改正されてこなかった現行憲法で本当に大丈夫なのか欠陥はないのか多くの国民が関心を持っています国会の憲法審査会は 与野党の党の派性をを超えてて公公正公平に憲法論議を行う場とされています各会派には憲法改正に賛成反対のさまざまな意見があることは承知しておりますが国会の場でオープンに討論することによって初めて主権者である国民に憲法がどうあるべきかを考える機会を提供することになります外部からの武力攻撃 組織的なテロ、重大なサイバー攻撃、経済的な大恐慌、大規模な自然災害、深刻な感染症など、平時の統治体制ではできないような国家の非常時にあって国家がその存立と国民の生命安全を守るために国防条項、すなわち緊急事態条項を憲法に導入すべきであります。去る3月30日 日本維新の会、国民民主党、有志の会の三党派で、日本国憲法への緊急事態条項の創設に向けた合意文書が確認されました。野党からも、こうした建設的提言が出されたことは、歓迎すべきものと思います。いかなる事態にあっても、国会機能を維持することは、我が国において絶対に必要なことであります。本日のフォーラムのタイトルは、国難迫る、急げ。 憲法に国防条項緊急条項の明記とあります混沌たる国際情勢の中で憲法を見直し時代に合わせて改正していくその必要性が迫っていると思いますこのことをお訴えし私からのご挨拶とさせていただきますご清聴ありがとうございましたありがとうございました最後に 緊急事態を想定して、さまざまな提言を政府に行っておられます、日本経団連専務理事の井上隆様よりご挨拶をいただきます。 ご紹介をいいたただきままし経連のの専務理事の井上でございます本日は第25回公開憲法フォーラムが開催されましたこと誠に喜ばしく関係者の皆様に心より敬意を表しますまた貴重な機会をいただきまして大変光栄に存じます一言ご挨拶を申し上げますさて本年は日本国憲法の施行から76年となります戦後から昭和平成令和 と、えー、我が国を取り巻く環境が大きく変化したにもかかわらず一常の改正もないまま今日に至っております憲法は私たち国民自身が国の基本的な枠組みや政府と国民の関係などを示す礎でございます決して不満の体点となってはならないのであって時代の流れや日本を取り巻く情勢 意識の変化などに即して、我々一人一人がしっかりと議論の上、普不断の改善を行い、次の世代に引き継いでいかなければならないものと考えております。私からは本日のテーマに関連しまして、安全保障や緊急事態につきまして、いくつか我々経団連の最近取り組みをご紹介したいと思います。1つ目は、国家安全保障についてでございます。 我が国を取り巻く安全保障環境は年々複雑かつ厳しいものとなっております。昨年2月のロシアによるウクライナ侵略からすでに1年以上が経過をしましたが、先行きが全く見えないまま、多くの尊い命が失われ続けています。北朝鮮の核開発、また度重なるミサイルの発射は、J アラートを通じて現実の恐怖となっています。 また中国は軍事力を急速に拡大して海洋進出や威嚇行為を活発化させています私たちはまさにこれらの国々の隣で生きているということを忘れてはならないというふうに思います経済年では毎年夏に直面する重要課題について軽井沢で議論を行っています昨年の7月の議論ではウクライナ侵略を我がことと捉えて 日米安保体制を基軸に防衛力を抜本的に強化すべきということを提言取り入れ、ごしをいただきました岸田総理に趣向をいたしました。そして政府におかれましては、昨年12月に国家安全保障戦略などにおいて、防衛力の抜本的な強化に向けた具体的な方針を示されたところでございます。つつ目ココロロナナ危機ににいいててでござまますがが始まって3年以上が経過しようやく連休明けには これまでのさまざまな制限が解除される予定でございます今回の危機対応に対してはすでにさまざまな課題が指摘をされてまいりました例えばマスクをはじめとする必要物資の備蓄が不十分であったこと有事の医療提供体制が十分に機能しなかったのではないかという点国と地方の関係が曖昧だったまた産学間の連携が不十分だった薬やワクチンの開発力が不足していた ととうとう、挙にいとまがございません。私ども経団連では、コロナに対しましても、政府に全面的に協力をしまして、テレワークの推進でありますとか、ワクチンの職域接種等々を進めてまいりました。昨年11月には、これまでの反省を踏まえまして、政府の司令塔機能の強化、また次なる感染症に備えた体制整備を求める提言を公表したところでございます。 先月感染症の発生時に司令塔機能を担う内閣感染症危機管理統括庁の創設を盛り込んだ改正法が成立をし本年秋ごろには発足する予定というふうに伺っております来週なりますと新型コロナウイルスの感染法上の位置づけが2類から5類に変更をされますしかし喉元過ぎて暑さを忘れるということのないようにしっかりと 有事へのの備えの議論を深めていいく必要があると思いますこの2つに加えて、さらに我が国が地震、噴火、台風などの自然災害大国であるという点も、有事対応に欠かせないというふうに考えます。このように考えていきますと、この日本ほど多様な種類の有事対応、緊急事態対応、国民の安心・安全確保、 を想定をしておかなければならないという国は世界でも少ないのではないでしょうかあらゆる緊急事態に対応できる制度の準備こそ私たち一人一人が自らの命を守るために真剣に考えていかなければならない事項だと思いますこのような観点からは個別の危機ごとにそれぞれの法律を準備するのではなく我々自身の生命と財産を守るための基本的な 規範として、憲法において緊急事態条項や国防条項を求めることを検討する必要があると思います。私ども、経団連といたしましては、安全保障環境の変化やコロナ禍の経験を踏まえ、経済界の立場から強靭な経済社会の構築に何が必要なのか、企業が何をすべきなのか、検討を深めてまいりたいと思います。同時に、有事への包括的な備え、 国家の危機管理の在り方につきまして国民全体の真剣な議論を喚起をしていくことが重要だというふうに思います本日のフォーラムがそのような議論の高まりにつながることを心より祈念を申し上げまして私からのご挨拶とさせていただきますご清聴ありがとうございましたありがとうございましたご参、えー、方の来賓の皆様からそれぞれ力強いご挨拶をいただきました 誠にありがとうございましたここで民間憲法委員長代表並びに美しい日本の憲法を作る国民の会共同代表でジャーナリストの櫻井よし子より基調提言を申し上げます。 皆様こんにちは今日は国難迫る憲法改正を急げというタイトルを掲げて皆様にお集まりをいただきましたたくさんの方がおいでくださいましたまた中継で聞いている方も多いということで心よりお礼申し上げます昨年のこのこで 私は国会議員の皆さん方に、日本男児たれ、ちゃんとやれというメッセージを捧げましたこの1年間を見ても、そしてこれまでの動きを見ても、まだ日本男児は現れていないんじゃないかなという感じがしております私たちの国は、あの明治維新の時 本当にに国難の真っ只中にありました情報もなく、経済力も軍事力もなく、弱い存在でありました。その時先人たちは何をしたか、今の私たちと同じように戸惑っていたはずです。私たちは戦後の秩序が破壊され、天地がひっくり返るような、 混乱の中にありますどうしたらいいのか迷っている先人たちも同じだったと思いますそこで私はこの頃ずっと今までの勉強不足を補うために先人たちの書き残したものお互いにやりとりした手紙の類をなるべく読むようにしております 横井湘南橋本さない吉田松陰こういった人たちがいてその後を継いだ伊藤博文や山形有朋がいて明治の日本国はなんとかあの荒波を乗り切ったわけですがその多くの先人たちの間に共通する一つの要素に 気がつきました。それは論ばかり戦わしている存在ではなかったんですね。ものすごくよく現実を見ていました。理念は理念で大事であるけれども国際社会の現実を見なければいけない。我が国を取り巻く諸国の力の在り方どういう動きをしているのか。 とにかく現実をよく見るということに彼らは非常な勢力を費やしていると思いました現実を見れば自分たちが変わらなければならないその変化も並大抵のものでは追いつかないでも日本国にはその並大抵の 変化ではない大変化をやり遂げる力があるんだというふうに自らの国を信じていたのが先人たちであります今私たちは本当に戦後の秩序が音立てて崩れていくのを毎日聞いています 毎日見ていますそれを見ると我が国がやっていることの、まあ、我が国がこれも大きな変化だこれだけ成し遂げたという変化が変化ではあってもいかに小さな変化であるかということに気がつかざるを得ませんプーチンがウクライナを侵略したその当日 夜、ドイツのショルツさんは対ロシア政策を根本から変えました。パシフィズムを捨てて、ちゃんとやると、軍事費もちゃんとやると言って、本当に準備をしました。そして今、隣国の韓国はどうでしょうか。北朝鮮の ミサイルが飛び、そのミサイルに載せる小型の核は、もうとっくの昔、我が国の防衛白書で小型化されていると書かれています。北朝鮮は、アメリカ本土に届く大陸間弾道ミサイル、これも作り上げたと考えざるを得ません。その時に ムン・ジェインさんのあの愚かな北に従う平和志向という外交を180度変えて、現大統領のユン・ソクヨルさんは、我が国にアメリカの核をもう一回配備してもらうか、それとも自前の核を開発するか、どっちかだとおっしゃった。 まあこう言いますと、韓国の大統領は信頼ならんといつでもその政策を変える危険性があるからあまり高く評価しない方がいいという声があるのも事実ですそして韓国の政権がたびたび表ょ変してきたのも事実です。ユン・ソクヨルさんが 就任当時に言っていたことと、今言ってることが違うことも事実であります。こうした欠点を全部押さえた上で、その上でそれでも私は言いたい。国民を守ることができるんだろうか。この北朝鮮の核の攻撃の前で、韓国はどうしたらいいのか。 その現実を見た上で彼は日本との関係を改善しそれを引っさげてアメリカに行ってバイデン大統領と会談しましたそれがいいとか悪いとか言う必要はないんです私たちはあの隣の国がちゃんと現実を見てそれなりに対処しているじゃないか それに引き比べて、我が国はどうなんだ、私は岸田政権の安全保障3文書、高く評価いたしました。高く評価しましたけれども、それによって自衛隊の現実は何か変わるんですか憲法9条で縛られた自衛隊の在り方。 さまざまな修正を重ねて多少は動けるようになりましたけれども根本的な形は何も変わっていないのではないですかこんなことで私たちは中国のあの圧力に本当に勝てるのか政治家の皆さん方はこの中国の圧力の前で 我が国国民を守り、我が国を守ることができるのか、私はそれをこそ問いたいというふうに思います。ありがとうございます。政治家の方も拍手してくださって、ありがとうございます。日本はですね。 本当に根本から変わらなきゃいけない、先ほど来、岸田総理もおっしゃいました、この場が本当に前向きの議論の場になってほしい、そしてゲストの皆さん方からも、この場が国民の理解を深めるチャンスになってほしいとおっしゃった、本当にそうしたいと思います。けれども皆さん 私たちは憲法改正について、政治よりも財界よりも、はるかにわれわれ国民の方が前を走っていませんかどの世論調査を見ても、国民なんです、憲法改正が必要だと言ってるのは。どんなことを聞いても 国民なんです今の日本国のあり方で国民の命、国土を本当に守り通すことができるとは思わない、それが国民の実感であります。であるならば、政治は国民の意思をもっと吸い上げてほしい。国民の意思を吸い上げるということは、今に、 始まったことではなく、我が国は本当は世界で一番それができる国なんです。604年の聖徳太子の17条の憲法の17条目に書いてあるではありませんか国民の意思を聞きなさい。人々の声を聞きなさい。 皆さんこれ17条の憲法の17条目に書いてあることですよ604年ですから今から1700年も前の話ですそしてその精神を受け継いだ5箇条の御正門も国民の意見を聞きなさい問題があったら広く議論をしなさいと 教えててくださっている大東亜戦争で負けて全てがひっくり返されるようなことになりましたけれども昭和天皇は昭和21年1月1日のお言葉の中でこの五箇条の御正門全文をお示しになりましたその心はこの国は上から誰かが統治するだけではないんですよと。 国民の気持ちを吸い上げて西洋から民主主義が大事だなどと言われるよりもはるかに前から民主主義の何たるかということを実践してきた国です国民の声を聞いてきたのが我が国の政治ですということをおっしゃったですから今の時代の 政治家の皆さん方にそれができないはずはないと思います。私はどうぞ政治の方々、立法府の方々にはですね、30億円も使って、実りのない憲法審査会を延々と続けるようなことはせず、直ちに憲法改正に取り組んでほしい。そうでなければ そうでなければ間に合わない心配しております私たちが声を大にして今日ここに来られた立法府の方々その方々が所属する政党の方々に心からの要請を届けたいと思います私たちは憲法改正の動きを全力で 支えますから、どうぞ立法府の皆さん方、一緒に私たちと歩んでほしい、お願いいたします、ありがとうございました。 さて岸田内閣は昨年12月に閣議決定をいたしましたいわゆる安保三文書戦後の安全保障政策を根本から変える画期的なものであると言われておりますそこでその意義についてお二人の防衛問題の専門家の先生方からご提言をいただきたく存じますまず安倍内閣で長らく総理秘書官を務められた前防衛事務次官島田和久先生から お願いいたします。先生、よろしくお願いいたします。ご紹介をいただきました島田でございます。本日はこのような機会を与えていただきまして大変光栄に存じます。私はあの昨年30、昨年まで37年間この国を守るための仕事を。 させていたただきましたこの37年間は我が国を取り巻く、まあ、脅威との向き合う日々でありましたが同時に誤解を,これを恐れずに申し上げればですね憲法と向き合う日々でもございました、まあ、直接の相手はですね内閣法制局でございましたこれ法制局のことをですね法の番人という方もいらっしゃるようなんですけれども これ防衛に関する憲法解釈をですね担当されるのは普通の役人の方なんですね。え農林水産省やですね旧自治省、旧大蔵省、こういう普通の役所から出向してきたですね方々が憲法解釈担当されているんです。通常の人事のローテーションで、えー、出向してきて、何年間法制局で仕事をして、また 出身省庁に戻っていくと憲法の専門家でもですね、ましてや安全保障の専門家ではございません。これが実態であり、真の姿であります。ではの、彼らはどうやってですね、仕事をするのか、参考にするのは過去の国会答弁、前例であります。しかし、安全保障の現実を見るときですね、 前どおりにはまいりません未来を向いてですね仕事をする必要がございます過去を向いたですね前例主義とは大きな摩擦があるというのが現実でございますそのような中ですね憲法が許すぎりぎりの隙間を持ってですね多くの法律を作ってまいりました その結果がポジティブリストといわれる今の姿であります。過酷な任務に当たる多くの自衛隊員に、自らの命を守ることよりもですね、憲法を守ることを強いてきたのではないか、まあ、内心軸怩たるものがございます。なぜこのようなことになってしまったのか。 これはもちろん法制局が悪いとは私は思いません。それは憲法がですね、自分の国は自分で守ると、この独立国家として、まあ、最低限の意思さえですね、示してくれていないからであります。現行憲法は敗戦によって我が国が占領下に置かれて主権を失った状況の下で、 占領軍当局の強い影響のもとに制定をされたものでありますこれは歴史的事実だと私は思いますで日本占領の究極の目的は何だったのかそれは日本が再び米国の脅威とならないようにすることでありましたこれは米国の公文書でも明らかでございます憲法にこの国防や緊急事態に関する規定が 存在をしないいのののは占領政策の当然の結果であろうかと思います日本が独立を回復する頃には憲法全文にある平和を愛する諸国民を信頼するという理想はすでに現実味を失っておりました東西冷戦という国際情勢の大きな変化を受け日米安全保障条約を結びですね 平和を愛する諸国員ではなく米国米国に依存をして我が国の安全を確保するという選択をしたのであります他に選択肢はなかったそう思いますしかしそれから70年世界は根本的に変わっているわけでありますこれを新冷戦と呼ばれる方もいるようでありますがしかし我が国にとってみればですね 冷戦などという生やすしいものではないと思いますこれ考えてみていただきたいと思うんですが冷戦時代ですね北朝鮮のミサイルが我が国上空を飛んだことは一度たりともございません北朝鮮は弾道ミサイルも核兵器も持っていなかったんであります冷戦時代ですね中国による尖閣諸島への領海侵犯は一度もありませんでした 冷戦時代ですね中国が我が国の鼻先にミサイル弾道ミサイルを撃ち込むんだと,ということもですね一度もありませんでした冷たい戦争ではなくてですね熱い戦争本当の戦争の危機が今あるのであります権威主義国家がですねむき出しの力で一方的に世界を変えようとしているわけであります これがどれほどの挑戦なのか、国力の一つの指標である経済力を見てみますとですね、かつて第一次大戦当時、大日本帝国の経済力は米国の5分の1でありました、ナチス・ドイツも4分の1、ムスソリーニのイタリアは7分の1、日独位3カ国を合わせても、ですねアメリカの半分程度の経済力しかなかった。 分けでありますで冷戦時代ソ連の最盛期においてもソ連の経済力は米国の4割程度しかし今すでに中国の経済力はです、ね、米国の7割を超えているわけであります米中逆転さえ視野に入っているこの強大な経済力をバックにですね軍事力を急速に勝つ 大きく増大をさせ、さらには米国をしのぐですね、軍隊を持つという明確な国家目標を掲げているわけであります。一方、米国はどうでしょうか。戦後、国際平和の維持には、米軍の圧倒的な軍事力が大きな役割を果たしてまいりました。しかし、オバマ大統領はですね、 米国はもはや世界の警察官ではないと、そう宣言をして役割を下りてしまいました。また、米国は長い間、ですねアジアとヨーロッパ、東西2つの敵と同時に戦って、ですねしかもどちらにも勝つと、二正面戦略をです、ね、維持をしてまいりました。しかしかトランプ大統領の時代に これを放棄して、一正面戦略に切り替えてしまったわけであります。さらにバイデン政権は、もはや一つの正面であってもですね、米国単独では対処ができない、そう言っています。もはや米国ですらですね、一国だけでは侵略を抑止することができない、世界の安全を守ることはできない。憲法9条の下で 米国に依存して安全を確保する、そういう時代は完全に終わっているわけであります。安倍政権において、集団的自衛権の行使を可能にし、昨年末、岸田政権が防衛力の抜本的強化を決定をいたしました、これは日本の存立を守り国民の日と平和な暮らしを守り抜くための画期的な取り組みだと思います。同時にこれはもうギリギリの 措置であると私は思います自分の国を自分で守るこの独立国家としての最低限の意思さえ示していない憲法の下でこれから先もずっとこの国を守っていけるのでしょうか憲法を守る最後の取り手である自衛隊の行動に大きな制約を課している 憲法のもで、これからも日本に住む人々、そして海外で活躍する多くの日本人の命を守り抜いていけるのでしょうか。しかも、自衛隊の存在について、合憲だと言い切る憲法学者は2割しかいないわけであります。いやいや、自衛隊は今や多くの国民の理解を得ているのだから。 憲法を改正しなくてもいいではないかこれ与野党問わずそういう意見もあるように伺っておりますしかしこれは皆さん自衛隊に対する国民の理解は危険を顧みずに命を懸けて任務を遂行してきた多くの自衛隊員たちの献身的な努力の賜物ではないでしょうか私はそう思います 僭越ながら政治の力ではないと、実際自衛隊には創設以来、2000名を超える殉職者がいるのであります。国家の根幹である憲法において、緊急事態に対する国家の備えを明確にする、国の防衛にあたる人々の存在に、憲法上、明確な位置づけを与える。 これこそが日本の平和を揺るぎないものにしていく最善の道ではないか、これが私の結論であります。今こそ本気で取り組むべき課題ではないか、私はそう確信をしております。ごご聴に感謝いいたた。ししまます。ありがとうございました ありがととうございいまましたた本質的な議論だったと思います続きまして、安保三文書に象徴される現在の安全保障政策と国防条項の必要性に関し、特に現場を預かる責任者としてのご経験を踏まえ、元陸上幕僚長の岩田清文先生にご提言をいただきたいと思います先生よろししくお願いいたします。 皆さんこんこにちはご紹介に預かりました岩田と申します本日はこのような貴重な機会に思いを述べさせていただく機会をいただいたことを御礼申し上げます私は元自衛官の立場で憲法改正に対する思いを簡潔に4点申し上げたいと思います1点目は9条2項の削除と自衛隊の明記です 自衛隊は皆入隊にあたり自衛隊法の規定に基づき複務の宣誓を行いますその先生にはことに望んでは危険を顧みず身をもって責務の完成に努めもって国民の負託に応えることを誓いますという一文がありますこれは命を賭としてでも国を守ることを国家 国民に対して誓うものですいわば命のやり取りを意味するものです私自身も37年間その覚悟で勤務してまいりました一方同じこの複務の先生の中には日本国憲法及び法令を遵守しという一文も含まれています日本国憲法における自衛隊の位置づけは今もなお意見が分かれています 多くの憲法学者や一部政党が自衛隊は憲法違反との立場を取っている影響もあり日本国家として世論を二分する曖昧な解釈が継続しているのも現状です自らの立場が曖昧な憲法を遵守しつつ自己の命を懸けてでも国を守ろうとするこの耐え難い矛盾に対し苦悩し私は現役時代自分自身に そして部下たちに対しても我々は自己犠牲による利他の精神他を利する精神を実践する崇高の価値観生き様を職業としている自らの道が正しいことを信じ迷うことなく悩むことなくただひたすら誇りと教授を持って国防の任に邁進すべきであると言い聞かせてきました「父は己の知る者のために死す」 という名言があります国家として自衛隊員に命をかけろと言うならその隊員の気持ちを理解しあるべき姿に改革していくのが立法府の責任ではないでしょうか憲法9条2項の曖昧性はこのような隊員たちの意識や士気への影響のみならず国の安全保障を健全かつ 真正面から議論することを阻害ししてきました。陸海、空軍、その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、との記述は、全校の目的を達成するためとの正し書きがあったとしても、その曖昧性から次のような弊害を引き起こしてきました。戦争というものを冷静に、 そして健全に議論することが戦争を抑止することにつながるというこの常識、これを理解せずに戦争に関する議論さえ悪と捉え戦争に関する研究や教育までもが阻まれてきた結果国の安全保障政策へ悪影響を及ぼしてきましたまた自衛隊は国際法上は軍隊でありながら国内法上は軍隊ではないという矛盾があります。 このため、隊員の名誉、処遇はもちろん、軍事的な専門性を有する裁判機能もの検討も放置されたままです。いざという時に国を守るために、仮に引き金を引いた際、軍事的知見、経験の少ない国内の裁判機能において、不当に扱われるのではないかという不安が今なお、私自身にもあります。 これらの矛盾を今後も自衛隊員たちに落ち着けることなく国民の意思として国の最高法規である憲法に自衛隊が明確に位置づけられることを切に切に望む次第ですこのためにも9条2項を削除し極めて曖昧かつ解釈に頼らざるを得なかった長い神学論争の時代を終わりにし 誰が読んでも自衛隊が合憲となるよう改正していただきたい2<手>二点目は緊急事態条項の明記です危機管理の鉄則は最悪の事態を想定して備えておくことです東日本大震災における原発事故は安全神話のもと最悪の事態を想定していなかったことにありその結果 対応が神頼みとなったのは事実です危機管理は段取り八分、事前に想定した危機の範囲内であれば、国の危機管理として慌てふためくことはありません。コロナ禍もまさに国家として想定していない状態で、想定外の対応を強いられたため、対応が後手に回ったことは否めないと思います。国家としての危機自体は、パンデミックや大規模災害のみではありません。 外国国からの武力侵攻や国際的なテロも念頭に置く必要があ,りますあらゆる危機事態において社会全体が混乱する中にあっても国の立法行政司法の3権が確実に機能するよう基本となることをあらかじめ国の基本的枠組みの頂点である憲法に規定しておくことは必要不可欠です。 3点目は、憲法全文にある国際情勢認識の修正です。全文にある平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意したとの情勢認識は、現実の世界と大きくかけ離れており、国連常任理事国のロシアが、ウクライナに侵略戦争を引き起こしている現実を念頭に置いた上で、 より厳しい情勢認識に改める必要がありますウクライナの現実は平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼するとの他力本願ではなく自分の国は自分でそして力には力でよくほかないことを示しています <laughs> 最後に憲法改正の議論において単に条項の修正のみではなく 日本国家としての生き方や生き様こういったものも含めた議論をすることが重要です全文にある国際社会において名誉ある地位を占めたいと思うこのことは大事ですこのことを実現するためには一国平和主義から脱し名実ともに積極的平和主義に進むべきです民主主義対権威主義体制主義との戦いを 繰り広げているウクライナに対し、一国平和主義により殺傷兵器を供与できない日本の今の姿では、名誉ある地位を占めることはできないと思います。すべ <laughs> てはいかなる危機事態においても、我が国の独立、我が国の独立と平和、国民の命を確実に守るための憲法改正です。70数年間待待ててたからまだ待てるだろううという 悠長なものでありません。台湾、日本有事の危機が叫ぶ、叫ばれる中。憲法改正は待ったなしです。よろしくお願いします。ありがとうございました。現場を預かる自衛官の心の叫びを聞いたように思います。さて。本年は千九百二十三年。 大正十二年の九月一日に起こった関東大震災からちょうど百周年でございます。地震大国日本における防災対策の第一人者として活発な提言活動を推進しておられます川田義明関西大学特別任命教授にご提言をいただきたく存じます。今ご紹介ありましたように今年は。 関東大震災100年であります当時10万5千人が亡くなりましたその90%は火災で亡くなったわけでありますですからその後都市で地震が起こっても火災さえ発生しなければたくさん亡くならないってこういうことが阪神淡路大震災まで消防庁の標語でした 全く間違っています今首都直下地震が起こったら皆さんどうなると思いますかまず停電するんですここだけじゃないんです首都圏全体約3000万人住んでる地域が停電するんですしかも1ヶ月以上続くんです2、3日で停電が解消するわけじゃないんです私はこれまで 東京にこの20年間、2000回出張してるんです。止まりません。なぜか。こんな危ないところで、地震になったら、まずいんであります。土地勘のないところで、災害に遭うっていうのは一番まずいんです。ですから、必ず日帰りにしています。私、いつも大きな荷物持ってます。なぜか。東京駅のコインロッカーに預けたら停電すると ドア開かないんです皆さんそんなことが起こらないと思ってるでしょ僕は防災研究48年間やってきたんです。第一人者です。なぜ続けているかって。私体は健康ですですから自分が生きてる限りこの災害何とかしなければいけないってそう思っているんです。 じゃあその停電を解消するにはどうしたらいいか一つは新潟の柏崎刈羽の原発800万キロワットこれ再稼働させなきゃいけないエネルギーの問題というのは国にとってとても大切な問題というのは災害が分かってからで遅いんです今800万キロワット動かしたら停電は 計画停電という形でで乗り越えられるんです首都直下地震だけではありません、南海トラフ巨大地震、起こったら何人亡くなると思います ?100 万人ですよ。そんなこと信じたくないでしょう。だけど、今、我が国には避難行動要支援者が800万人いるんですよ。800万人ですよ。震度6弱、6強の地域っていうのは津波が3メートル以上来るんです。1分以上 立っておれない揺れが続くということは家の中がぐじゃぐじゃになってしまう家具の転倒防止は効かないんです1分以上揺れたら全部倒れるんですそこかから家を出て避避難難タワーに避難できますか東日本大震災では歩いて逃げた人は平均438メートル歩きましたですから今避難タワーは350メートル以内の人が助かるっていう設計になっている ででも家出られなないいじゃないですかこういう今大きな問題を抱えているでも我が国はみんな嫌なことは起こらないことにしてるでしょ私のリュックサックには薬食べるもの飲み物全部入ってるんです終わったらすぐに帰りますこんな危ないところにいる必要はないわけでありますでも皆さんね櫻井よし子さんさっき この日本というのは第17条憲法600年6 0 0年から始まってるってまさに古文書に載っている歴史っていうのは600年から始まってるんですこれまで1500年間に巨大災害何回起こったと思いますこれ2014年まで分からなかったんです2014年というのは日本の土木学会が創立100周年そこで川田先生日本の歴史災害について 論文書いててくれって私、30年間調べたんです。日本で巨大災害は1500年間に99回起こってるんです、99回、15年に1回起こってる。平成30年で阪神大震災、東日本大震災、15年で起こってるじゃないですか。しかも東日本大震災から12年経った。次起こってもおかしくない。しかも この事実が分かったのは2014年なんです。それまでは誰も知らなかったんです。大日本帝国憲法、明治22年にできました。ドイツ帝国の憲法をベースにして、伊藤博文が草案を作った。でもドイツって天国以来、1000人以上亡くなる災害、起こったことないんです。イギリスもフランスもそうです。 戦争ばっっかりやってた国なんですアメリカ合衆国は1851年から現在まで死者1000人以上の災害は3回しか起こっていない60年に1回ですですから大日本抵抗憲法を作るときには大きな災害なんて情報がなかったから当然入らなかったってそして5年後に日清戦争が起こって1万3300人亡くなりましたその翌年戦勝パレードを 6月15日にやっていた旧丹後の節句です。その日、7時32分、夜7時32分に、明治三陸津波が起きました。2万2000人亡くなったんです。戦争で亡くなった日本の兵士1万3300人を8000人も多く、住民が亡くなった。でも、天才そういうふうに報道されただけでした。 そしてその後日露戦争起きました11万8千人亡くなりましたでもその18年後に関東大震災10万5千人亡くなったんですその時天才は忘れた頃にやってくる <laughs> 何を言ってるんだって情報がなかったんです情報がなかったら日本国憲法に書くことできないじゃないですかこれで 現在まで続いているってるですから、このニューレジデンスフォーラムっていう組織作っていただいて、国民運動として緊急条項を明記していただくって、一生懸命やっているて <laughs> 皆さん、感染症は失敗したんですよ。災害はこれから起こるんです。今やらないとどうするんですか。起こってから反省して 憲法に変えたってそんなもの役に立たないじゃないですか今やらなければいけない僕は災害の専門家ですだから専門の立場で誰にも反論されたいそれだけの自信はあるですから今やらないと間に合わない日本が潰れてしまう関東大震災が起こった時には東京よりも大阪の方が人口多かったんですよ今東京で起こったら大阪は 経済持ち直す関西経済界は言ってるんですけどそれ嘘ですそれもできるわけがない何故かって南海トラフの巨大地震が起こった時に一番大きな被害が出るのは静岡とか高知じゃないんですよ大阪が13万8000人亡くなるんですよ私委員長ですからでも大阪の人はそんな怒れへんってそうなんですよですから 起こる前に作らなければいけない。この集会がそのきっかけになっていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後に、我が国の現在の安全保障政策や外交政策は。世界からも、日本の覚醒として、期待が寄せられておるところでございます。 本日はアメリカ人の歴史研究者として、占領政策研究を踏まえ、日本国憲法の改正を訴えるなど、活発な言論活動を行っておられます、麗拓大学准教授、ジェイソン・モーガン先生にお話を伺います。 皆さん、こんにちは。今日読んでくださって、私にとって名誉です。ありがとうございます。大東亜戦争で日本が勝てばよかった。大日本帝国の大義は、白人支配からアジアを解放することだった。 それをまとうできればよかった日本の偉大なる挑戦によってアジアは解放されたものの日本はその代償に白人の支配下に入ってしまった大東亜戦争に敗戦した結果大日本帝国は解体され 日本文明はアングローサクソンに破壊され日本の歴史は共産主義者に否定され日本人は占領軍とそれに協力する売国土に洗脳された錬金術とも呼べるような 奇妙な過程を経て戦前の日本の代義が戦後レジームに切り替えられた戦前の日本の夢は戦後の政治ビジネスに分けていったのだ日本政府は同胞に対しジェノサイドを繰り返してきた やからと手を組み、同胞を洗脳した野蛮な政府と協力し、日本に対して数えきれないほどの戦争犯罪を犯した最低最悪の敵に日本人の命を託したのである。そして日本で 非人道的な行為をしたワシントン DC のしもべになり、その関係を同盟や安全保障と呼んでいる、私は日本が抱えている最大の問題は、憲法改正ではないと考えております。 政法改正に注目すればもっと大きな問題から国民の注目がそらされるだけだ日本の本当の問題は文明的記憶失踪です戦後日本は戦前の大義を捨てその代わりに いまだに日本を占領している啓蒙思想を振りかざすギャングたちに唱える民主主義、人権、普遍的価値観などをただおむがえしするわけだ。天皇陛下万歳が日米同盟万歳、自由貿易万歳、SDGs 万歳。 になっってしまったのだこのような文明的記憶失踪がこの国を苦しめている心から人権と民主主義をよくしているのであればそれを自国アメリカでも認めていないワシントン DC 勢力と一刻も早く関係を断ち 日本の戦前の大義を思い出すべきである。本当にアジアを解放したいと思うならば、歴史上まれに見る悪夢のような国、中華人民共和国の台頭を炎上したワシントン DC を切り捨て、戦前の日本が掲げた大義を思い出し、 戦うべきなのだ <laughs> 非白人国家と平等な関係を持ったことは一度もないワシントン DC におもねるのはや,るやめるべきだ。非白人のこれまで数えきれないほど見捨ててきたワシントン DC は日本の同盟国としてふさわしくない。 アジアの解放のために国家の盟友のかけて戦った日本人は日本が戦後80年近くになる今でもずっとワシントン DC に小突き回されるために戦ったのかあのワシントン DC に日本に指一つ触れさせないために命を落としたブレイブメン は今のの日本を見てどう思う思か憲法改正は戦後75年以上がたってもただの一文字も変えることができていないのは日本の抱える問題の中心が憲法ではないことを示している。問題は 文明的記憶失踪なのだ憲法実態は国難のそのものです憲法が可能にするのは日米同盟日米同盟の代価は日本文明だった今必要なのはアジアでの白人支配を終わらせる ことだアメリカ大使館の隠れみのにした日本総督府を閉鎖しましょう。それから中華人民共和国をやっと終わらせてアジアを解放しましょう。 日本の真実の大義を成し遂げるための最大の課題はここにあるありがとうございましたさて現在衆議院の憲法審査会では定例開催が定着しさらに 緊急事態条項の検討も進んでおりますそこで今回憲法フォーラムへのご出席を各党にお願いいたしましたところ本日は4党から各党を代表してのご出席をいただけることとなりましたそれでは4党を代表したそれぞれの先生方ご登壇をお願いいたします ありがとうございます、えー、今4党の先生方にご登壇いただきました、えー、恐れ入りますが先生方お立ちくださいませ本日ご出席の先生方をご紹介申し上げますまずえ自民党の柴山先生公明党の浜地先生日本,日本維新の会の乙北先生国民民主党の玉木代表会場には国民民主党から新馬和也幹事長もお見えです 会場の皆様どうぞ盛大に拍手をお願いいたしますありがとうございます現在自民党では憲法審査会において緊急事態条項に関する議論集約に向け努力を重ねられております国防条項に関する議論も積極的に議論しておりますさらに憲法改正実現本部内に 国民運動委員会を組織し、強力な国民運動を展開しておるということでございます。その自民党を代表しまして、柴山雅彦、自民党憲法改正実現本部副本部長より、ご挨拶をお願いいたします。はい、柴山先生、よろしくお願いいたします。柴山雅皆様こんにちは、えー。ただいまご紹介をいただきました、えー、柴山雅彦でございます。 私は故安倍総理の安全保障担当の首相補佐官も務めておりました先ほど来日本を取り巻く本当に厳しい環境について私も100%認識を共有しているところでございます今ご紹介をいただいたとおりようやく昨年来具体的に申し上げますと新型コロナウイルス感染症の 非常に厳しい状況、あるいはウクライナや台湾、北朝鮮情,情勢の緊迫に伴って、ようやく国会でも与野党の枠を超えた活発な憲法審査会における議論が展開されてきているところでございます。特にににこのコロナによって国会における 議員の感染者が続出し、そして国会での審議がもしかするとこのままではままならない状況になってしまうのではないか、その危機はこの憲法と国会審議の関係を嫌顔にも促進させざるを得ない状況,と状況をもたらしました。昨年 衆議院の憲法審査会では、緊急時での、まあ、アメリカやイギリスでは当たり前のように行っているオンライン出席につきまして、憲法56条の出席概念、まあ、定則数3分の1というこの出席概念を緩和をすることを取りまとめをいたしまして、議長に報告書を 提出したところでございますしかしながら、当然のことながら、緊急事態、特にコロナ感染症をめぐるさまざまな議論の要請はこればかりではございません。当時は、外に出ることもままならない、選挙活動も実際に行えない、その中において憲法に定められた国会の 議員任期をどのようにするかということについては、これまさしく思想信条の垣根を越えて、各党、各会派が協議をする基金の必要性に迫られた大きなテーマであります。そして、ただこの任期の延長ということだけではなく、まあ、先ほどお話がございました、今、すぐにでも発生してもおかしくない 自然災害も含め緊急事態条項の議論について各党の間で本当に生産的な議論が行われる、まあ、そういうインセンティブとなったわけでございます東京大学のケネス・マッケルウェイン教授の研究によりますと世界の憲法の実に9割が何らかの 形での緊急事態条項を設けておりますしかしながら、もう皆様ご案内のとおり、日本国憲法では、制定時には国家緊急権の実定化を提案したものの、民主主義を徹底する観点から政令、占領軍の素案にはそのような規定が設けられることはありませんでした。緊急時の 参議院緊急集会の制度がわずかに設けられ、具体的な緊急事態対応においては、個別の法律において、例えば災害緊急事態を災害対策基本法において設けるですとか、あるいは武力攻撃事態対象を踏まえた国民方法が設けられるですとか、そのような個別のパッチワーク にによる対応に終始し,たわけでありますしかし申し上げるまでもなくこうしたその場しのぎの立法活動では迅速な対応は非常に心もとないものがございますそれだけではありませんたまたま東日本大震災は国会から遠く離れた地で発生をいたしましたけれども先ほどお話があったような 直下型地震が起きた場合は、長期にわたる停電、あるいは長期にわたる国会開催の不能、こういったことが発生することが容易に想定できるわけであります、それを現実のものとして、私たちは捉えなければいけません。そういう観点から、ようやく衆議院憲法審査会、先ほど、もう議論している場合じゃないと厳しい。 お叱りをいただきましたけれども、この間の議論によって、ほとんど論点が煮詰まってきた間がございます、具体的には、緊急事態というのは、一体どのような事態を指すのか、また、先ほど申し上げたように、諸外国においては、緊急事態条項は、時の権力の乱用を防ぐためのしっかりとしたチェック 機能が設けられておりますけれども、日本においても内閣による事態認定、そして国会の承認手続きをしっかり設けなければいけないですとか、あるいは国会の機能を維持させるためにやってはいけないこと、例えば国会が機能している間でも、もう内閣不信任案の決議ですとか、衆議院の解散なんかはするのはやめましょう。 まあ、そういったことも盛り込むということについて、ほとんどコンセンサスができています。唯一、この参議院の緊急集会というのは、国会任期の延長にとって、えー、まあ、抑制となる制度なのかどうかということについて、これは今、参議院の憲法審査会でも議論がされております。え具体的には、緊急集会というのは、衆議院が解散をしたときの 規定でありしかも、臨時的なものであるというのが、文言上の規決かと思いますし、機能上の規決かと思いますけれども、これを活用すれば、国会議員の任期延長は必ずしも必要ないというのが、今日出席をされていない政党のご見解でもございます。こ、まあ、このようななととについてて我々はなるべく早く早ししっかりと結論を出していける そのように確信をしておりますし、また、多くの国民の皆様が心配をしている、内閣による超法規的を防ぐために必要な緊急政令ですとか、あるいは緊急財産処分といった事柄についても、多くの政党のご理解をいただきながら、しっかりとした歯止めを伴った形で成立をさせていきたいと。 考えておりますもう一点の安全保障の問題、これについても非常に大きなテーマであります。今日この日に、おそらくこことは別の場所で憲法9条を守ろうという方々の集会が展開をされているはずであります。しかしながら、先ほど来お話があったとおり、 憲法9条の下でアメリカに依存して自国を守ることができる時代はとうに過ぎ去っておりますこれは冷徹な現実でありますこのような中にあって日本の憲法に決定的に欠けている最低限の国防あるいは自衛隊についての規定を盛り込むことは私は 絶対に成し遂げななけければいけない課題だと確信をし、ておりますこれは先ほどご紹介があったように、憲法学者の多数が自衛隊を違憲だと言っている、それを解消するというのは、もちろん私たちにとって必要なことですけれども、もはやそれ以前に日本の法体系として、あるいは、 私たちの自国民の安全を確保するための必要な改正として目指していかなければいけないと考えています。今を去ること6年前、2017年5月3日、安倍総理が憲法改正記念日に寄せたメッセージとして、憲法9条1項、2項はそのままにして、自衛隊を憲法に書き込む。 9条の2を創設するということについての提案をされましたまあおそらく、まあ、先ほどお話があったとおり村田さんやこの後もしかするとこれについて触れられるかもしれない、えー、玉木先生はいろいろと思いが終わりになるかと思いますしかし 先ほどお話があったように憲法改正の主役は国民であります。戦後一度も行使されたことのないこの主権行使の結果としての国民投票を絶対に成功に導くために私たちが長らく親しんできた9条1項2項平和主義を原則とする憲法を維持しながらも 必要な自衛の措置を定めていくいわば可憲の政策を取っていくということは時の安倍総理が熟慮に熟慮を重ねた形で判断をされた一つの帰結ではないかと考えております時間ということがありましてここからが過強だというふうに思っていたんですけれどもこれが今 自民党が掲げていずれにいたしましてもしっかりとシビリアンコントロールの確保も含め決して私たちが自衛官を粗末にして憲法を牧師すると批判されることのないようにしっかりと 各党会派の皆さんと意思を共有し、一日も早く憲法改正を実現することを皆様と誓い合って、私からの挨拶とさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。柴山先生、力強いご挨拶ありがとうございました。続いて、議員の任権状問題に関し、憲法審査会において、 議論の集約を目指し、活発な議論を展開されておられます。公明党を代表しまして、浜地正和公明党憲法調査会事務局長にご挨拶をいただきます。はい、皆様、こんにちは、えー。ご紹介に預かりました、公明党の衆議院議員の浜地正和と申します。今の私は、あの、公明党内で憲法調査会の事務局長とですね、あとは安全保障調査会の事務局長をやらせていただいております。あの、国会議員にとってですね、憲法問題と。 こここの安全保障問題に取り組むことはこれはれ誉でございますただあの、うちの党内はですねどちらかというと福祉をやるたがる人が多くて公明党の中で憲法と安全保障を私、して選の10年間担当してるんですけど結構骨が折れる仕事でございますが、えー、うちの党のやっぱ役目としてはですね反対側の立場の人がいてもその方々に理屈を持って説明できることをですね 自民党さんとしっかり考えていくことが我が党の役目の一つじゃないかなと思って私、日々取り組んでいるところでございます、ですので若干理屈っぽく今から話すかと思いますが、少しご容赦いただければと思っています、まずあの現状を見て、ですね先ほど柴山先生からもお話ありました通り、現実的に必要で、今、憲法審査会の方で議論が進んでいるのは、国会議員の任期延長の憲法改正案でございます。 東日本大震災のときには、東北地方の地方議会選挙は、法律で6ヶ月間延長しまして、それに伴いまして、法律で地方議員の任期は延長することができたわけでございますが、皆様ご案内のとおり、国会議員の任期は憲法で4年、そして6年と決めておりますので、法律改正で仮に東日本のようなことが国政選挙中に起これば、 これは憲法問題にぶち当たるということでございます。まさに、えー、これは与野党を超えて国会機能維持という観点からですね早急に取り組むべき問題と思っております。えー、先ほど柴山先生からも参議院の緊急集会の役目について議論がございました。我が党内でもこの参議院の緊急集会使えば国会議員の任期延長必要じゃないんじゃないかという議論もあることも確かでございますが、えー、参議院の緊急集会は条文を見てもわかる通りですね 基本的には70日間衆議院が空白となったときの規定であります。また、例えば通常の予算審議、これらもですねやることができないのではないかということも憲法調査会で議論しておりますので、私はこの任意制の例外である参議院の緊急集会には一定の限界があろうと思っております。ですので、この国会議員の任期延長問題、これは現実問題。 コロナも体験した我々が乗り越えるべき課題として、えー、早急に憲法審査会の方でもまた党内の方でもですね私も汗をかいてまいりたいというふうに思うところでございます。 であの国防規定についてお話をさせていただきます、これ、おそらく自衛隊について、えー、公明党で話すのは初めてになるかもしれませんが、ですので、少し私の踏み込んだ意見もございますが、私、安全保障の担当もしてまいりました、先ほど言いましたとおり、えー、安保三文書についても、公明党側の事務局長として、ですね反撃能力の行使、そして、えー、自衛隊の抜本的強化に、えー、もう党内も含めてですね汗をかいた,たつもりでございます。 あくまでも自衛隊の存在は当然、我が国を防衛するための国防のための最大の我が国の組織でありますのでこれが国防規定にないのは私も今の現憲法の不備だというふうに思うところでございますですのでただ、ですねそれをですね自衛権ということで正面切って書くのかそれともですね他国の国防規定にあるようにですねしっかりとこれを民主的コントロール 例えば内閣総理大臣の権限に服すること、または国会の承認に服する、まさにシビリアンコントロールの表れとして、その対象の存在がですね国防を担うための自衛隊があるんだという形で、私は明記をした方がですね多くの国民の皆様方の理解が、皆様方の理解ではなく、ですねあの多くの憲法改正の時に理解が得られるのではないかというふうに思っております。まあ、加えて言うと 自衛権の範囲の中身まで書いてしまうと先ほど岩田元陸幕長がおっしゃったとおり憲法9条1項2項を維持したままこの自衛隊を明記しようというのがこれは自民党さんの案でもまた他党の案でもございますのでどうしてもこの自衛権の範囲についてこれまで積み重ねきた解釈とですね9条2項との整合性の新たな解釈の問題を生むことを私は 懸念をしておりますですので、ここに集まった多くの皆様方は、おそらく9条2項も思い切って削除して、ですねそうなれば堂々と自衛隊と自衛権の明記ができるんだということだと思いますが、今、仮に憲法9条1項、2項を維持したまま書こうとなる私は、まずは自衛隊の存在を民主的コントロールという側面から書き込んでいく、そのことをですね私自身は今 考えているところでございますまだあのうちの党内でもですねこの議論は浸透をしておりませんので今日を機にですね私もこれを党内でも発信をしながらまた国民の皆様方にも理解をしていただきながらですね進めてまいりたいというふうに思っておりますで、公明党はあのまあ順番逆になりましたが可憲の立場でございます えー、可憲ですから何も書き加えなくていいという姿勢ではなく、ですね、えー、これだけの現下の安全保障の厳しい環境や世界が変わってきた状況でございますので、何を書き加えなければいけないのかという、そういった姿勢で私自身も今後、党内の憲法議論、 そして憲法審査会でも議論も進めながらですね皆様方に理解を得られる憲法、IS、改正案に向かってですね努力をしてまいりたいとそのように決意をさせていただきたいと思っております本日は誠にありがとうございましたよろしくお願い申し上げますありがとうございました続きましては国民民主党有志の回答の二党一回半において緊急事態条項の条文案を共同発表するなど 党派を超えた憲法改正の合意づくりをリードしておられます。日本維新の会、政務調査会長、小戸北俊先生にご挨拶をお願いいたします。えー、皆様、改めましてこんにちは。 ただいまご紹介いただきました日本維新の会政務調査会長参議院議員の音北俊と申します本来であれば代表でありまた衆議院憲法審査会幹事である馬場伸幸からご挨拶を差し上げるところでございますが今日は別の公務と重なっておりまして私からのご挨拶となることをご容赦ください私たち日本維新の会はまだ決闘10年少しと短い歴史を持つ政党でございますが2016年には教育の無償化統治機構改革憲法裁判所の設置 この3点のの点憲法改正の条文案を発表させていたた。だきましたそして昨年にはいよいよこの憲法9条の改正緊急事態条項の明記まさに今日のテーマでもある憲法の改正案についても党内の意見を集約し独自の条文案を発表させていただいているところでございますそして先ほど司会の方からご案内いただいたように今国会におきましては国民民主党そして有志の会と党派を超えて この緊急事態条項のとりわけ議員任期延長にかかる部分の具体的な条文案までお示しをすることができました、まあ、手前みそではございますけれども野党間で党派を超えて具体的な条文までまとめたということはこの今般の憲法改正の議論において大きな一石を投じられたというふうに自負をしておりますとりわけこの緊急事態条項についてはさまざまな誤解もございます、まあ、玉木雄一郎代表が常々おっしゃっておりますけれども何か火事場泥棒的に あの政府の権限強くして人権を奪おうとしてるんじゃないかとファシズムだというような批判もございますがこれは全く当たるものではありませんむしろどのような緊急事態においても国民の人権権利を守りそして立法府を機能させるためにこそこの緊急事態条項が憲法に必要であるとこのことを何度でも私たちは繰り返しご説明をしそして国民の理解を得ていきたいと思っておりますたただこうした活発な議論が とりわけ衆議院では進む中で、まあ、私は参議院の方の憲法審査会幹事も務めておりますが、参議院の議論は低調であると言わざるを得ません、まあ、これまでも主に合区問題、自分たちの身分に関わることばかりを議論し、そして最近では緊急集会、まあ、これも自分たち参議院の権能に肯定するような残念な議論もございます、さらにはそうした中で、毎週議論を重ねる衆議院の憲法審査会に対して、毎週議論をするなんて、猿るのをやることであると。 万俗であるとそういった許しがたい発言をする野党第一党の一党幹事もおりましたこれは真摯な議論を積み重ねる衆議院議員の皆様にはもちろんのことその後ろにいる国民の皆様有権者の皆様に対しても失礼千万な発言であると私は強く非難をさせていただきたいと思いますこうした消極的な参議院の議論もしっかりと私たち日本一の会はリードをしてまいりたい 昨年からこの憲法審査会、毎週のように開催されるようになったことは、先の衆議院選挙で日本維新の会に大きな議席をいただいて、憲法審査会、毎週開催しようと、この働きかけを行ってきたことも一つの要因であると自負をしております。今度はいよいよ、この緊急事態条項、そして憲法9条の改正、正面から取り組み、そして結論を出す時が来ていると思います。ゴールをを見据えずに議論を繰りり返すだけではは全く意味はありません 国民投票の実現に向けて、一刻も早く、これがゴールにたどり着くように、しっかりと私たちも邁進をしてまいりたいと思いますので、よろしくご指導・ご面達をお願い申し上げまして、私のご挨拶といたします。ありがとうございました。ありがとうございましたえ。続いては、緊急事態条項に関し、まず議員任期延長の合意形成の必要性も訴えられております。国民民主党代表の玉木雄一郎先生にご挨拶をお願いいたします。 先生よろしくお願いいたします。いただきました国民民主党代表の玉木雄一郎です。まず先般宮古島沖でヘリコプター事故で亡くなられた、えー、自衛官の皆さんに心から哀悼の意を捧げたいと思います。えー、我が党国民民主党はまあ、2020年9月に結党しましたが。 一番最初にやったのが憲法改正にかかる論点の整理でありました2020年の12月にまとめて、えー、相当タイになってますけれどもこれが我々の考え方のベースになっていますあの今日私代表として参りましたけれども幹事長の新馬和也も来ておりますあの代表幹事長が揃ってきているのは我が党だけだと思いますのであの <laughs> 少しは櫻井よし子先生に日本男児と認めていただけるかなと、まだまだ精進が足りないなと思っておりますけれども、あの積極的に憲法改正、取り組んでまいりたいと思っています。今日二2点申し上げます。まず1点はですね緊急事態条項であります。これ、去年の12月に議員任期の延長のみならず、包括的な緊急事態条項をわれわれまとめました。なぜなぜら日本のの憲法体系の中には 平時と有事を分けるこの明確な体系がございません基本的には平時を前提にすべてが作られていますがいざ有事となった時の特殊な状態をコントロールする法体系が憲法上ないのでこれをしっかりと定めていく必要があるということですまずは大規模災害がもちろんですけれども、えー、大規模な感染症の拡大そしてえ外国からの攻撃内乱テロこういった4分野に関しては少なくともですね 有事体系をしっかりと、まず憲法体系の中で揃えておくと、えー、作っておくことが重要だということで、まあ、こういったことを具体的な条文として、えー、去年の12月に発表させていただいています、でその中で、えー、憲法改正の議論を積み重ねながら、ですね特に衆議院の憲法審査会では、かなり踏み込んだ議論が行われておりまして、今日柴山先生も、そして浜地先生も同じですね憲法審査会のメンバーなので、今日ちょっとミニ憲法審査会のような感じなんですが、 あのかなりいい議論がなされていて、その中でもコンセンサスがもうほぼ得られていると、ここに来てない政党以外のコンセンサスは得られていると思われます、議員任期の延長規定についてはです、ね、もうこれは具体的にやろうと、で先ほど、音喜多さんからもありましたけれども、えー、日本維新の会、有志の会、そして我々国民民主党3党で、これ野党の中から具体的な条文案を提起したのは、憲政史上初めてだと思います。 でもそれだけですね、具体的にも進めていこうとで、スケジュールはこういうことです、できるだけ今国会中に、立憲民主党も含めて、いってしまいましたけどもあの、含めてですね、憲法改正の必要性についてのコンセンサスをなんとか言いたいと思ってます、私今、今、できるように皆さん、時間があれば、ですね、憲法審査会の、えー、中継とかですね、アーカイブを見ていただきたいんですけど面白いです、これ、はっきり言って。なぜかというと、一つ一つ論点潰していってますから。 で反論できなかったら最後やっぱり憲法改正だよねということをなんとか少なくとも野党第一党はですね、巻き込んでえそこを合意をしてそして秋の臨時国会で具体的な条文案をまとめてそして来年はですね発議につなげていくとこのスケジュールでいかない限り岸田総理がおっしゃるですね岸田総理理の任期中に発議は無理なんですよ。だから具体的なスケジュールを立てて現実的な合意点が得られたところからですね 発議につなげていくような作業をです、ね、やっていくことが必要だということで、憲法審査会、も具体的なそういった議論を進めています。もう言いっぱなしで終わらす状況は終わってると思いますので、きちんとですね、はいありがとうございます、条文の提案作りということを視野に入れて、我々もリードしていきたいと思っています。で、これはぜひやりましょう。で、2つ目はですね、やっぱり9条です。で、これはちょっとですね、苦言を呈するの、これはもう普段言ってるので、あの柴山先生にも申し訳ないし。 浜井先生に申し訳ないんですが、私は今の自民党の憲法改正案、9条改正案はあの、生ぬるいと思っています。で、これはちょっとあのあの、私はいつもあの自民党より右だと言われるんですが、右とか左ではなくてですね、論理的にきちんとやっぱ詰めていく必要があって、で自衛隊を明記すればです、ね、組織としての自衛隊の意見論は解消されます。書いてるわけですから。 行為としての意見論が消えないんですもっと分かりやすく言うとお父さんが勤めている自衛隊という職場の意見性は消えてもですねお父さんがやってることについての意見性は依然として消えないんですなぜかというと9条2項は立海空その他の戦力はこれを保持しないと書いてあるので依然としてこれを残しこの草解釈を残しておくと新たに設けた規定がいくらその組織としての 自衛隊を設けてもですね、行使している自衛権が、いや、陸海空その他の戦力はこれを保持しないと書いている9条2項との関係で、永遠の進学論争が残るんです。だから、国防規定を私も設けるべきだと思います。国民民主党は、自分の国は自分で守るということを党税としてますので、きちんとした国防規定は必要なんですが、国防規定を作るんであればですね、 どこからも誰からも違憲だというような、後ろ指を刺されないような国防規定をしっかり作る必要があると思ってます。なので、9条2項を削除するという案も、排除せずにやはりきちんと憲法審査会で議論すべきだし、仮に1項、2項を残す場合であっても、ですね今の自民党案やれ維新の案の皆さんのように、その解釈の範囲内で、 今と何も変わりませんということではなくて9条2項にかかわらずこういったことができるという規定にしないと結局ですね何も変わらないしずっとですね意見論がつきまとってしまうんですねで私はやはり命をかけて前線で頑張っていただいている自衛官の皆さんに報いるためには立法府として少なくとも意見論をしっかり解消できる 国防規定を作っていきたいと思っています。これが今度、現実的にじゃあ、やはり平和主義でやってきて、九条が大切だという国民が一定程度いらっしゃる中で、どこまで,ですね現実的なその改憲論になっていくかということは、その先の議論としてあるかもしれませんが、少なくとも最高法規である憲法を、国権の最高機関である憲法審査会で議論する以上、 私は後ろ指を刺されない、あるいは後で振り返って、なぜあそこを変えておけばよかったというのはですね、後悔の残るような改正はしてはならないと思うんです。ですから、ここは立法府にいる人間として、言うべきことをしっかりと言っていきたいと思っております。いずれににししましてもも自自分分のの国はでで守るるるここことととをです、ね、堂々と憲法上も掲げることができるような改正に 取り組んでいくことを、お約束申し上げ、国民民主党代表しての挨拶といたします。共に頑張りましょう。玉木代表、ありがとうございました。各党代表の先生方は恐れ入りますが、一旦舞台下のお席の方にご移動くださいませ。 えー、今までの各界からのご提言、各党挨拶を踏まえまして、美しい日本の憲法を作る国民の会共同代表、田久保忠恵京林大学名誉教授に、合をお願いいたします不格好な形で申し上げなければなりませんが、お許し願いたいと思います。 え本日のあの産経新聞大きくあの紙面作っていただいてますけれどもちょうど10年前に産経新聞の国民の憲法基礎委員会、えー、この委員長を私仰せつかりまして、えー、この答申を出したあの西先生も毛知先生も大変なのお熱心なディベイターであったなというつくづく当時を思い出しております。でこの10年間に 何か進展があったかどうか、私は大きな進展が2つあった。1つは、宮中に関するいくつかの行事、これは国内外に大きく報道されたと。と、国民にとって、皇室というのは何かということは、これは胸に響いたわけだろうと私は思います。もう1つ、完全ではありませんけれども、安倍政権のあの意義というのは、 私は大変大きいものがあった国防で大きくカーブを切ったこの時代であったなというふうに思いますでその上で私はあの前向きの教団の先生方のえコンセンサス4等ではできてるんだという力強いコンセンサスのお話に大変勇気づけられたわけでありますでただし私は国際問題をやっておりますと この数年来どうも私の考え方と国内の常識との間でその差が出てくるこの先生方のご意見はいちいち後継にあたるなというふうには思うけれども国際情勢,の情勢の現実からするとかなり離れてるなと言わざるを得ない,いわけであります。ここれを簡単に申申しし上げてていまますすの公言やそうなことを申しますと 安倍先生の潜みに習って申し上げますと地球を俯瞰するような見方これ生きのようでございますがさせていただきますと今の,あの日本の最悪の国際情勢は国際情勢というか危機はあの中国、えー、ロシア北朝鮮核保有国に正面から対峙してるそこでウクライナが起こったから台湾にもらえあの引火するだろう これは最大の危機なんでありますけれども、もっと静かに起こっている危機というのをあの気づかないといけないと思います。それは地球を俯瞰する、先ほど申し上げたんですけど、アメリカの変化なんですよ。アメリカが世界の警察官であれば、まああのジェブソンさんとはちょっと違うかもしれませんが、ナンバーワンであれば今のような不安は少なくとも起こらなかったであろうと思います。 これは今のアメリカどこがどうなってるんだとこれは GDP の,の比率はどうとか経済はんとかどうういろいろあるんですが相対的な力というのは明らかに衰退の一途をたどっているとこれは一時証表明できますしかし最近の例で申し上げますと一つは7月のイランとサウジアラビアが 中国の仲介によってこれ国交正常化で合意してしまうたと。ありえますかね、これ。私はスそれとシアーの代表的な国が手を握ったなんてことはありえない。この原点はあのあの、ヤルタ協定の直後にルーズベルトはスウェズ運河に浮かぶアメリカの重要巡洋艦でサウジアラビアの国王と取引をやった お前の国の国安全保障する代わりに石油はみんな持っていくぞとこの取引だったとこれが原点ですけれどもものの見事にこれ砕け去っちゃったじゃないですかアメリカはこれ衰退と言わなくてなんというかですよウクライナの問題がある我々はその勝敗これはあの注目するのは当たり前ですしかしここでアメリカは初めて直接軍事介入しなかった。 これははででありますすきないいい理由はいろいろあるんですウクライナ側の中へ入る直前である世の中側の理由あるだろうしかし少なくとも武器援助だけであるもう一つプーチンの一切ならぬ核の恫喝にアメリカはどういう反応をしたか何もしてませんでこれはどういう影響を及ぼすかおそらく韓国と日本には 拡大抑止力、この核の傘の不安が我々は抱かないんです、まだ。韓国は抱いた。抱いた結果、大統領はワシントンに行って、直談判をやったんです。これ、韓国は70%、アメリカの世論調査機関だと70%は自分で核保有すべし、韓国のゴミはその、えー、OK してるんですよ。これを背景に 韓国のどこの部門でどうしたか分かりませんが3つのオプション自分でも持つか一度引き上げていったアメリカの核を持ってきてもらうか3番目 NATO 方式でシェアするかと核の共同使用でありますでこれはも、ま、う、あ、事実上はアメリカやるんですけどでこれいずれもノーなんですでアメリカが一番気が付ったのは自主防衛韓国が自ら 核を持つこと理由は隣の日本をはじめ恐らくはじめとするじゃないんですよ。日本もやるよだからやめろとえこのなんていうか道具に我々は使われたというふうに思います。でこれは言い知れぬ不安が朝鮮半島に戦い始めたこれ北朝鮮がアメリカの一部の都市でもあの攻撃できる。 大陸間弾道弾を保有したと見られているからです。アメリカは、いや、自分の犠牲を覚悟で韓国を守るかねえ。日本はち、まじ、この守るかねえという、この不安なんであります。このところ、どういう、どういうわけか、えー。日米間では、どうですか、これ。非核三原則、また残してるってんです。こんなことを考えられるか。えー、私はとても。 この常識ではこの国は救えるかなという危機感を募らせております。というようなわけで、えー、私はまたあの、えー、今の国際情勢がアメリカの衰退がどこまで始まっていくかアメリカはどういうこの口実で日本と韓国に安心しろと拡大抑止力の修正版を示せるか示せないかで日本は 余ったりというだけじゃなくて、UFO、国アメリカが息切れしたんだのはこれを助けるぞとこれ新生命あの新しい局面を開いてですねこれはあの、えー、それぞそ憲法改正によって具体的なあの今あお話は進んでるんだろうけども大きなことを言いますと私は大きく日本の国を開くこのなんていうか、えー、最大の チャンスがやってきたんではないいいかとううふうに思いますでそれはですねアメリカの助けを借りつつ日本はここで大きくあの国の形を変えていくそれ日本の国の形国体というものは何であったかとやっぱり皇室を中心にしてきた平和国家であります。でこれを全面的に日本のアイデンティティとして 世界に打ち出す必要はあるのではないかなということを考えております。以上、私あの最後の結びの話として申し上げたことです。大変ご清聴ありがとうございました。拓保代表ありがとうございました、えー。ここで第25回公開憲法フォーラムの声明文を発表いたしたいと存じます。 声明文はこの資料袋の中にございます。声明文の朗読は、大学生として憲法改正の必要性を若者世代に啓発する活動に取り組んでおられます、憲法をよくする学生プロジェクトのメンバー、上智大学3年生、高橋乃愛さんですよろししくお願いいたします。 第25回公開憲法フォーラム声明文国難迫る急げ憲法に国防条項緊急事態条項の明記を今や我が国は戦後かつてない厳しい安全保障環境に置かれている我が国を取り巻く国々のうち中国は尖閣諸島に対して武装攻戦による 侵犯を常態化させ、ここ数年以内に確実視されている台湾有事の際には、中国軍による沖縄や南西諸島の米軍基地、自衛隊基地への武力攻撃さえ懸念される。ロシアは国際社会からの強い非難をよそに、ウクライナへの侵略を続け、核使用の威嚇すらしている。 また中ロ両国は我が国近海において共同軍事演習を繰り返し我が国への軍事的威迫を強めているさらに北朝鮮は長距離弾道ミサイルの発射を繰り返し核武装政策を突き進めているこうした極めて深刻な安全保障環境を踏まえ岸田内閣が 昨年12月に閣議決定した安保3文書は一部の国家が軍事的・非軍事的な力を通じて自国の勢力を拡大し一方的な現状変更を試み国際秩序に挑戦する動きを加速させていると明記するに至った国民もまた本年3月に発表された内閣府自衛隊 防衛問題にに関する世論調査によれば日本が戦争を仕掛けられたり戦争に巻き込まれたりする危険があるが86.2%と平和幻想から脱却しつつある国内に目を転じれば本年は関東大震災100年という節目の年である今後30年以内に 70以上と,とされる首都直下型大地震や南海トラフ巨大地震の発生確率の高さを踏まえるならば我が国はいつ大規模自然災害に直面しても不思議ではないさらに3年間に及んだ新型コロナウイルス感染症の大流行は今後とも常に我が国が感染症リスクに備える必要があることを示している。 まさに我が国には内外ともに未曾有の国難が迫っているところが現行憲法は我が国に対する武力攻撃や大規模自然災害等の緊急事態を全く想定しておらずさまざまな法制度の不備欠陥をあ抱えたまま今日に至っている幸い国会の憲法審査会では定例開催が 定着化するとともに緊急事態における国会議員の任期延長等、会見に向けた一定の合意形成が図られつつある。しかしながら、我が国の防衛体制および危機管理体制を抜本的に是正するためには、さらに踏み込んだ本格的な会見論議が不可欠である。残された時間は少ない 各党におかれては、大同団結の下、速やかに合意形成を図り、一刻も早く国防条項および緊急事態条項を明記のための憲法改正を実現するべく、鋭意努力されるよう強く要望する。令和5年5月3日、21世紀の日本と憲法有識者懇談会、美しい日本の憲法をつくる国民の会。 ありがとうございました。会場の皆様、また全国で視聴されている皆様、ぜひただいま発表しました声明文へ、熱いご賛同をお願いいたします。ありがとうございまし主催団体役員からお渡ししたいと思います、えー。関係者の皆様、舞台にお越しくださいませ。 それではまず、櫻井よし子主催団体、両団体代表から、柴山正彦自民党憲法改正実現,本実現本部長にお願いいたします。櫻井先生、よろしくお願いいたします。続きまして、続きまして、西治民間憲法臨調副代表から、 浜町公明党憲法調査会事務局長にお願いいたしますありがとうございました桃地明国民の会幹事長より乙北日本維新の会政務調査会長にお願いいたしますありがとうございます 浅野義晴東京国際大学学長より玉城国民民主党代表にお願いいたしますありがとうございます先生方舞台中央にお集まりください舞台中央までお集まりください会場の皆様方改めて激励の拍手をお願いいたします 先生方よろしくお願いいたしますありがとうございましたそれでは皆様お席にお戻りくださいませありがとうございましたそれでは第25回公開憲法フォーラムの閉会の挨拶を国民の会幹事長の 桃地昭国士館大学局員教授より申し上げます皆さんこんにちは、えー、ただいまご紹介にあずかりました国民の会、えー、幹事長の桃地でございます、えー、本日は皆様長時間にわたりまして、えー、公開憲法ラブにご参加いただきまして本当にありがとうございましたまた 全国各地でオンライン参加してくださいました、えー、皆様にもお礼を申し上げます、えー、今年は四年ぶりに通常形態での開催となりましたが国難性もある急げ憲法に国防条項緊急事態条項の明記をとの統一テーマのもと、諸先生方から大変貴重なご提言を賜りましたありがとうございますこれよりお礼申し上げますまた国会議員の諸先生方には 憲法改正に向けて大変心強い力強い提言ご発言をいただきまして本当にありがたく思っております。昨年の閉会の挨拶ではです、ね。国家の憲法審査会がようやく本格的に動き出したので皆さんぜひ注目していただきたいとふうに申し上げましたで。その期待に応えてくれましてそれから一年間本当にですね熱心に議論を進めてくださいました。そしてこの一年。 ようやく本日ご参加いただきました自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党、まあ、もう一度有志の会ありますけれども、4党間で緊急事態における国会議員の任期延長につき、ほぼ合意がまあ成立していると言っていいと思います。あとは速やかに条文案をまとめて煮詰めていただくことです。そして一日も早く憲法改正の発議を、国家発議を行っていただきたいと念願しております。 また国会議員の任期延長は、まあ、繰り返し言われていますように、緊急事態においても国会の機能をさせると、つまり立法機能を果たさせる、つまり国民の生活、命と生活を守ることが目的であります。従いまして、もし首都直下型大地震等が発生しまして、国会が開けないときはどうするか、つまり国会に代わって国民の命と生活を守るための制度、つまり緊急政令制度が不可欠だと思います。でこれについてもしし、っかり議論し 速やかに合を作り上げていいいたただきたいと思いますご参考までに今朝の朝日新聞の世論調査を見ますと、実は岸田内閣に対して評価は低くて、ですね、えー、支持が36%、不支持が54%でしたけれども、この下地でさえも、ですねこの緊急事態条項については、国会議員の任期延長については賛成が53%ありました、また緊急制度についても54%が賛成している。 これが世論でありまして、大きく変化してきていると思います。他方、国防条項ですけれども、衆議院の憲法審査会では、ようやく第9条をめぐる本格的な審議が始まりました。でそして、自衛隊の憲法名義についてもです、ね、審議録をずっと見ていただきますと、この今日のいらっしゃいました4等間で、緩やかなです、ね、合意ができつつあるというふうに私は考えております。で従いましてです、ね、時間がありません、国際状況を考えますと。 自衛隊の憲法明記の実現さらに九条二号の改正に向けて積極的建設的な議論を展開していただきたくお願い申し上げます最後にいよいよ近づいてきた国民投票運動に勝利し悲願の憲法改正実現のため皆様方の一層の奮起をお願いいたしまして閉会のことをさせていただきますどうもありがとうございました本日はご多用のところ オンライン市長を含めまして全国で2万名を超える方の皆様にご参考いただきました誠にありがとうございます憲法改正の実現のため民間憲法臨庁並びに美しい日本の憲法を作る国民の会は先頭に立ち今後とも国民運動を進めていく決意でございます皆様には一層のお力添えをお願い申し上げます以上をもちまして第25回の公開憲法フォーラムを全て終了いたします 登壇者の皆様、ご協力ありがとうございました。ご参加の皆様方、全国の視聴者の皆様、長時間ご清聴ありがとうございました。以上で終わります。ありがとうございました。